あの、じゃあしゃぶしゃぶは牛肉より豚肉の方がうまい。今日はカップブルルを使っていきます。こいつは前シーズンのランクマッチ1位の人が使ってたということで少し話題になりましたが、時が経って3週間そんなに環境には増えてないポケモンで、こいつを、まあ、使おうと思った理由はちょ、まあ、いろいろあるんだけど、まあ、前シーズンのランクマン1位が使ってたカプブルルって、まあ、受け寄りのカプブルルだったから、今のブルルって受け方しか警戒されないと思って、まあ、チーギュー型ね、俗に言うチーギュー型ので、まあ、今日はゴリゴリの陽キャ型のカプブルルを使って荒らしていこうと思います。カプブルルといえば、同じジャンルのポケモンにポケコ、テテフ、ブルル、レヒレの4体がいるんだけど、まあ、その中でも、まあ、落ちこぼれとされています。まあ理由はいくつかあるんだけど、まあ特に一番大きいのは同じグラスメーカーという優秀な特性を持って生まれた弟のゴリランダはグラススライダーという最強を習得し環境でブイブイ言わせてるんだけど、まあ、残念ながらこのカプブルル君には才能がなかったのでグラススライダーを習得できなかったと。まあ、ただこいつは弟のゴリランダーが唯一習得できなかったタイプの技を覚えてる。そう、岩技なんですよ。岩技があることでここを大増して大ロックを打つことで相手のサンダーの飛行技を耐えつつ弱点補金を発動させて開始の大ロックで倒せると。で今回使ってるブルルめっちゃ特防に努力値振ってるんで、相手大増してこないか、舐めてるなこれ。めっちゃ特防に努力値振ってるんで、命の玉を持ったサンダーの大ジェットを耐えるぐらいまで耐久に振ってるんで、まあ、これは有利タイミングですね。まあ、相手はサンダー側がもちろん有利だと思って、まあ、突っ込んでくると思うんだけど、相手ダイマしてないってことはボルチェンとか打つ感じかな。あ、暴風か、これ耐えます。でここでおい、ちょ、まあ、弱点補給発動する。いや本当はダイマしてほしかったけどな、まあ、ダイマサンダーをワンパンで倒すってのが、まあ、一番アド。あー、このクソゲーだー。お前暴風当ててこんな事象は犯罪だって。ありがとうございます。今日はカプブルルを使って対戦していこうと思います。まあ、こいつは、まあ、同じカプモンの中でもカプ4体の中でも、まあ、落ちこぼれのポケモンだとされてるんだけど、まあ、前シーズンのランクマッチで最終1位取ったことで、まあ、ちょっと話題になりましたね。で今日はこいつを使って対戦していきたいんだけど、まあ、こいつ本来、まあ、サンダーに弱いポケモンではあるんだけど、まあ、今回使ってる方はサンダーを返り討ちにできる調整と持ち物と技構成にしてあるので、まあ、こいつね、ゴリランダーと比べられることが多いんだけど、ゴリランダーにはない、まあ、最強のタイプの技を一個だけ覚えてるから、まあ、それ岩技なんだけど、でゴリランダーに岩技を覚えさせなかった点だけは、ゲイフリが唯一優秀だった点と言える。よろしくお願いします。まあ、多分サンダーから来ると思うけどな。サンダーから入ってきてほしい。めっちゃサンダー刺さってるように、パーティー組んでるから。わかんないです。ランドロスでした。出し負けました。威嚇もらいました。カプブルルは物理型なんで、まあ、威嚇もらっちゃうとちょっときついんだけど、まあ、言うてなんとかなるか。これ相手が舐めてかかってきてくれたら、まあ、多分いけるんで、なんかステロとかから入ってくるんじゃない、どうせ。誘致をしてくるだろ、これ。ので、これ審判初手大魔型なんだけど、大アタックを打つことで、相手のランドロスとの素早さ関係を逆転させて対面処理することができると。まあ、ランドロス側がダイジェット打ってきたとしても、まあ、カプブルルは防御所属値結構高いんで、まあ、耐えて弱砲でまあ、削ることはできたかなと。相手のランドロスダイマックスしてないから、やっぱ捨てろとかかな。いや、研磨は舐めてる。いや、そう。まあ、前期のランクマ1位のカプブルルが、耐久型だったんで、アタッカー型のブルル読まれないから。ダイアタック打って、で、これで素早さ関係が、ランドとブルルの素早さ関係が逆転するんで、上から大草原打ってぶちのめすことができると。相手のランドロスがダイマックス切ってきた場合は、大草原で倒せないんだけども、まあ、裏のミミッキとかで処理できるんで、まあ、トントンかなって感じで。まあ、ブルルね、落ちこぼれと言われてるけど、ゲイフリー落ちこぼれ作るの好きだからな。御三家の中に一匹弱いの作ったり、まあ、順天の中に一匹弱いの作ったりね。でもそういう、やっぱ完璧な、個体のポケモンだけだったらこのゲームっておもろくないんですよ。これは現実世界でも同じことが言えて、やっぱ人間って誰しもいいところ、完璧な人っていないじゃないですか。どうかしら、何かしら欠陥が、まああると思うんだけど、まあそういう、
自分の足りないところを補い合って生きてるからこそ世界は回ってるって教えてくれてるね。ダストシュート、ちょいや、ダストシュートはやばい。いや当たるか、こいつ毒4倍だからさすがに落ちるよな。火炎ボールだったら耐えるんだけど、ダストはちょっと、いや待って待って、これきつい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 。相手ダイマまだ残ってるし、ポケモン2体残ってるし、ミミッキから入っても巨大火球でぶち抜かれるだけだから、ルカリオから入って、いやでもなー、まあインファ打つしかないか。相手のエースバーンがここでダイマ切ってダイジェットとか打ってきたら普通に負けるっていう。でも相手迷ってるな、一応ルカリオってカウンター持ってる。あーオッケーオッケー、火炎ボールでかい、火炎ボールでかい。まあ、カウンターまで警戒すると火傷する可能性がある火炎ボールがいいのかな。ダイマックスしてカウンターでエスバ倒されると相手からしてもだるいもんな。燃えないでほしいな。オッケー、燃えない、インファイト、新速読まれるかな。新速読みで相手が出してくるとしたらミミッキとか、まあ相手は交代してくるんだったら交代読みたいけど、いや怖くねえここ。いやミミッキにめっちゃ引いてきそうなんだけど、怖い怖い。ミミッキだったらまあなんとかなるか。あー弱え、あー俺弱え。ミミッキかな、サンダーだった、サンダーだったら別に新速でいいや。相手のサンダーこれ新速入りすぎだから CS だな。耐久には努力し打ってないってことは命の弾とか持ってんのか。まあ、CS で素早さに振ってるサンダーだったらルカリオより速いんで新速連打で、まあ、ただここの新速の、裏目は相手のサンダーが羽休めを打ってきてた場合、サンダー大マー、いやこれはでかい、いやまだあるな全然。てかカプブルルの対戦動画にしようと思ったのに、カプブルル初手で相手の通常ポケモン1匹倒して、裏から出てきた通常ポケモンにダイマカプブルルワンパンでぶっ飛ばされて、大して活躍もしてないっていう。しかも動画にしてるか分かんないけど、なんか一番撮り始めて一番最初に撮った対戦、なんかサンダーの暴風混乱でカプブルル自傷して終わるっていうね。サンダーダイジェット、サンダーてか暴風の命中70はいいんだけど、混乱つけたやつガチで頭おかしい。ポケモンの 30% って 30% じゃないか、暴風の混乱率まで 30% じゃないよあれ。ミミッキュー、まあ、いけるかな。いやここゴーストダイブじゃなくてじゃれ影で落としに行きたいんだよね。そのゴーストダイブを押した場合一旦ラグができるから、相手のサンダーが大オールしてきて、まあ、ちょっとめんどくさいことになるんで、 HP 的に相手のサンダーの HP 的にじゃれつくプラス影打ちで倒せるから、羽休めをされる前に倒したい。で裏のエースバーンも影打ちでまとめて倒したい。ダイジェット、なんかいけそうだな。初手絶対終わったと思ったけど、初手絶対終わったと思ったけど、ラス1に控えてるミミッキーが強すぎて、こいつの安心感やばすぐる。ボギーで当てろよ。オッケーで静電気も発動しない。いや問題はエースバーンに不意打ちがあるかどうかっていうのと、不意打ちをミミッキーが耐えるかどうか。相手のエースバーン命の弾じゃなかったんで、まあ、不意打ちの火力ってそんな出ないと思うんだよな。まあ、ただ、いや相手のエースバーン8巻かな。8巻だと不意打ち耐えなさそうなんだけど、まあ、そもそも最近のエースバーンで不意打ち切ってるやつも、まあ、結構いるんで、まあ、ここはもう迷わず、不意打ち読みとかせずに影打ち打つけど、キャンデレイス、あ、不意打ちあるか。耐えると思うけどな、火力アップ相手を持ってなったら。オッケーおぎょ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 、ちょっとまあ勝ったからのはいいけど、ちょっとブルルブス、なんかもっとブルルがなんか活躍してる対戦取りたいな。あー引き続きやっていきます。これもブルルから入りたいけど、サンダーから来てくんないかな。いやブルルてか、あのダイマックス前提で使うんだったらゴリランダよりブルルの方が優れてる点がもう一個あって、こいつフェアリータイプついてるから、まあ、耐性がちょっとだけ優秀なんだよね。
や、待て。この対戦相手に限っては言えば、フェアリータイプついてるせいでドリューズの鋼技が弱点で入るから、美味しくないけど、まあ、初手代は、耳たすきでいいや。はい、よろしくお願いします。ランクマのルールが来月から変わるかもしれない説みたいな話したっけ？で、今月のランクマッチ、仲いいポケモンやってるやつと最終順位の勝負、まあ、ご飯かけてやってるから、おそらく月末はランクマの動画バンバン上げるけど、てか、ここ2日でランクマ一気にやったんだよね。100戦ぐらい一気にやったんだけど、最近ゲームやってなさすぎて、2日で100戦やっただけで息上がってたし、20歳ぐらいの頃はそんなことなかったんだけど、サンダーブルル、まあ、これ出し勝ち、ちょ、ダイマしてこい、頼む、ダイマックスして、ダイジェット打ってきてくんないですか。もう、かもりたいんや、この対面サンダー。サンダーかもりたいんじゃ、頼むって。まあ、ランクマ、月末はランクマの動画あげるんだけど、最近ガチで投稿する動画なくて、普通の対戦でいいんだったら、雑にバンバンあげれるんだけど、なんか、ここ最近、普通の対戦上げてても飽きられるかなと思って、解説の動画結構上げてたんだけど、あれ系も、話すネタがなくなってきて、話すネタがなくなってきて、もう作れんくなったし、実は最近、ポケモン徹底攻略の動画撮ろうと思って、まあ、実は少し前に撮ってたんだけど、ポケモン徹底攻略というサイトが過疎すぎて、ボルチェンから入ってくるんかい。この対面なぁ。なんかサンダーが毎回様子見されるんだけど、さすがにチンパンジェットで突っ込んでこないんかな、怪しいんかなこの対面。なんかポケデストの動画撮ってたんだけど、まあ、ポケモンが、そのポケットモンスターソードシールドっていうゲームがカスになってるのか、ポケモン徹底攻略っていうサイトがカスになってる、カスじゃない。カスではないです。カスではないです。神サイトです。カスになってるのか、なんか投稿、てか活動してたんだけど、アクティブが、体感を持ったより少なくて、おもろい動画撮れなかったからボツになったんだよね。しかも、なんか、8時間とか9時間かけて、動画撮ってたのに、おもろいとかもなくてボツになったから、バカなえたっていう。努力が実らないとなえるよね。まあ、努力って絶対に実るわけではないけど、絶対に実るんだったら誰しも努力してるからね。実らない努力もあるからこそ、努力する人間と努力しない人間がいると。ニワーズウラオスで受けられたのちょっとめんどくさい。ここだ。大草原打ちたいんだけど、まあ、打つか大草原。ワンチャンサンダーにリターンしてくる可能性があるから、フォースザルーラーと思ったけど、あ、ザワールドか。普通にウラオス、いや、ウラオスは倒せるけど、まあ、ここまで HP 削られちゃったら、サンダーのダイジェット耐えない。相手のサンダーが耐久型とかで火力に努力値をあんま振ってない方だったら、まあ、耐えそうだけど、まあ、その場合結局ダイオール挟まれるだろうから意味なくて、あーいや、うまくいかねえなー。こいつ怪しいんかな、カプブルルって。何してくるかわからんもんな。海流。海流のダイジェットだったら、まだ耐えそうだけど、ダイロック、ワンチャンダイアタックの方がいいか。ダイロックって相手の怪獣が弱点保険とかだとめんどくさいことになるから、一回、あ、相手の怪獣遅いな。これあれか。めっちゃ耐久に振った耐久型か。羽休め持ちの。勝ったいや、マルス系あるとは言え、これ硬すぎないか。羽休めかな。まあまあまあ、ダイロックで素早さ1段階下げたんで、まあよくて、砂ダメが入る。てか、これまたあれじゃん。ダイマで相手のポケモン一匹持ってったはいいけど、それで終わりっていう。一匹持ってくだけで終わりっていう。ダイマックス剣を、先に吐くんであれば、相手のパーティー 1.5 匹分ぐらいは削ってくれないと、ちょ、割に合わない。てか、相手の怪獣マルスキ復活してるんだけど。羽休みしたから、地面についてグラスシールドの恩恵受けてしれっと回復しとるっていう。抜群でこのダメージえぐくね。マルスキあるとはいえ、リュウマイ。まあ、リュウマイは別にいいんだけど、まあ、これまだブルルの方が早いからいいんだけど、マルスキ込みであのダメージってことは、次のストーンエッジでも相手の怪獣倒せないから、急所で、ぶっ飛ばすしかねえ。残飯食べ残し？ザソパソ。これやることないからインファ打つ、インファじゃねえ。
ストーンエッジ打つしかないよな。はい、やべえ。あ、ダブルウィング、いや、ここのダブルウィングがでかい。羽休めされたらダリーと思ってたけど、相手からすればカプブルルが何してくれるか分かんないから、ヤドリギーとか入れられてもめんどくさいし、さっさ殺しとこうっていうやつかな。いや、これはマジででかい。まあ、なんでかっていうと、まあ、相手の海竜デューマイしてるんだけど、その前にダイアタックで素早さ1段階下げてるから、まあ、しかも相手の海竜なんかめちゃくちゃ耐久に振ってる、素早さに努力値振ってないのはここまでの対戦展開でもう分かってるんで、相手の海竜よりも、デューマイした海竜よりも、まあ、裏から出すミミッキとかルカリオの方が素早さ早いから上からしょれる。まあ、これルカリオだな。最近のデューマイ海竜、てかデューマイと羽休み持ってる海竜に新速入れる技スペースないから、まあ、ルカリオから入って相手の裏にまで一貫してる氷技。気づいたらまたカプブルル死んどるし、だ俺気づいたわこれ。あのカプブルルが強いんじゃない、カプブルルが強いんじゃなくて、これ初手ダイマックスが強いだけや。しかも初手ダイマックスって別にカプブルルより適した駒、もっと荒らせる駒いっぱいいるし、これカプブルルである必要ないわ。気づいたわ。参戦動画収録してて気づいた事実。いやただ、やっぱその、成功と失敗の繰り返し、違う、成功っていうのは失敗の繰り返しだから、まあ、こういう失敗の経験を得て、まあ、これが無駄だったと。じゃあ別の形で生かそうっていう。反省を得られたのは、まあ、大きな収穫だったと。相手のサンダダイマー、まあ、問題はな、まあ、相手のダイマックスサンダをルカリオプラスミミッキュで打ち抜けるかなんだけど、相手のサンダの型がわからん、弾とかかな、弾じゃない、ボルトチェンジ持ってたからな。冷凍パンチ結構入った、あれか、スカーフかな、スカーフかメガネだわ。いや冷凍パンチ明らかに入りすぎなんだよね。あんまり耐久に振ってないサンダーの、そうレンチ神速でダイマックスしてないサンダー倒せるってことは、相手のサンダー耐久に努力値振ってないくて、なおかつボルトチェンジを持ってる方って考えると、まあ、こだわりスカーフかこだわりメガネしか考えられないんだけど、いやそうなるとめちゃくちゃでかい。基本的に大ウォールの媒体となる技がないプラス羽休めも覚えてないから、まあ、こっからタイマンミミッケで、まあ、打ち勝てると思ってるけど普通に初手台は耳たすきがただ強い対戦動画で草ダイジェット、はいはい。ダイマックスアザー打つ時の画面暗くなるしまだ直ってないの、ちょっとどうにかしてほしいんだけどもうこのバグ一番最初に直すべきだろ。で、ゴーストダイブ、まあ、唯一負け筋があるとすれば、放電じゃない、特製静電気の麻痺が、ちょっと怖いって思ったけど、ダイマックスがここと溶けるんだったら、羽休めないよな、これ。羽休めないよな。あ、OKOK、ない。ナインエボルブースト。今の僕のワードが分かった人は、もう老害です。ポケットモンスター老害。初心者。ということで、また次回の対戦動画でお会いしましょう。いや、ランクマの動画多分月末にかけてバンバン上げていこうと思うんで、ぜひ、よろしくお願いします。